おはようございます。今日もキッチンから失礼します。今日の私の朝食はこのイカのふっくら焼きですね。これはね、あやさちゃんから誕生日プレゼントでいただいたんですけども、いやー、誕生日プレゼントもね、もうだんだんもらうことが少なくなりまして、非常に感激しています。あやさちゃん、ありがとう。で、このイカのふっくら焼きですけども、これね、解凍したまま食べることもできるんですけども、私はちょっとね、フライパンで炙ってみようかと思います。この裏にね、炙り方が書いてますんで、ちょっとね、こうカメラを切り替えますよ。はい、フライパンね、十分熱したフライパンにキッチンペーパーを1枚ここにね煽ります。で、これをね破って、このトングでね、おーっと、おお、もうすでに美味しそうね。こういう風にジューッとキッチンペーパーの上で焼くとこびりつかなくていいかなっていうところですね。このイカのね、足も太いね、すごいいいですね。あの、なんかビーガンの方って魚も食べないんでしたっけ？まあ、私はね、菜食主義者でもビーガンでもなくて、結構ね、牛肉とか好きなんで、なんかそういう方と焼肉行こうよって誘ったら怒られそうですけども、いろんな考え方ありますからね。ビーガンの方、卵も食べないんですかね。まあ、食生活ってのはやっぱりその人の思想にも入ってきますんで、それはおかしいとかこれはおかしいっていうもんではないですけども、やっぱりこういうのもあれですけどもね、私あの、屠殺場とかにも行ってたんですよ。スーパーの仕事とかで。あの、牛をこう殺したりとかね、吊るしたりとかするの。それから魚を、いわゆる殺すのは毎日でしたしね、魚を締めるって言うんですけども。まあ、刺身を作ってるわけですから、生き作りとかしてますから、生きたまま食べるための、盛り合わせってのも作ってましたんでね。まあ、なんとも不気味な話ですよね。で、ひよこちゃんね。ひよこちゃんも可愛いんですけども、同時に卵を毎日食べてるという、そういう風な矛盾もあります。なんかこの人間ってのは、とかく矛盾をはらんでる生き物だなという風に思うわけなんですよね。さあ、できました。いやー、楽しみですね。じゃあね、お皿を、用意しましたんで、お皿にね、くべていこうかと思いますね。再び下の方に。はい。ちょっとね、カメラを一人でやりながらなんでね、いつも。難しいんですけども。カメラ、ここかな？こういう風にね。ほら、簡単でしょ？これこびりつかないで、さっと洗ったら簡単ですよ、これ。はい。できました。これをね、じゃあいただいてみようかと思いますね。さあ、いかがですか。私にとってイカ焼きってのはね、焼肉と同じぐらい大好きなものなんですよね。じゃあ、いただきます。このね、エンペラ、耳のところから。美味しいわ、あやさちゃん。ありがとう。しかもね、お手軽。本当はね、ビールとか飲んでる時期でしたら、これが絶好のあてだったんですけど、もうお酒は飲まなくなりましたんでね。で、昨日誕生日だった私なんですけども、来月の11日はうちのね、大和くんの1歳の誕生日なんですよね。時間が経つのって早いですよね。多くの方から大和くん誕生のいろんなプレゼントをいただきましたけども、そのほとんどがもうね、あの、服とかだったんですけども、サイズアウトして、残念ながらもう廃棄になってしまいました。中には何点か、どうしてもね、捨てられなくて記念で撮ってるものもありますけど、いや、まあね、なんか生まれたばかりの頃に着ていたものって、本当になんか思い出っていうかね、捨てにくいですね。まあでもこれからね、日々思い出の品が募っていくんで、全部取っておくのも無理なんですね。まあ、ある程度処分させていただいたりとか、使っていただく方にお分けしたりとかしてやってきましたけど、いや、なんか人が生まれるってすごいですね。50年後にね、どうしようもないクソニートになってるかもしれないですけどもでも私の勝手な考えとしては、10歳にはちゃんとトレードを教えていきたいなと思いますし、中学卒業する頃は、まあ自分のね、会社をいくつか経営してるぐらいにはさせていただきたいかなと
で会社経営っても人を雇う必要ないですしね、あの情報発信企業でいいと思うんですよ。おそらく10年経っても情報発信してる人ってそんなに増えてないと思うんですよ。これほど呼びかけてやってないですから、まあしたらね、生まれながらにして、まあ、お父さんが投資をしていてね、生まれながらにして情報発信してる環境を見ていけばそれが当たり前で育つと思うんで、まあそれがね、私の大和くんに対する、まあ、一番のプレゼントになるんではないかな、もしくは害になるんではないかなとね思っちゃいますね。いずれにしても少子高齢化のおかげというかね、そのつけでですね、私の大和くんには同級生が極端に少ないと思うんですよ。ですので今よりも友人を作るのは難しいと思いますから、むしろね、友人にこう指定されるような、指名されるような目立つ情報発信をしてもらいたいなって思いますね。まあいいことで目立ってほしいですけどね。では、イカの方もしっかりいただいております。ありがとうございます。